はい、本日は、最近買った購入品の紹介をしたいなというふうに思います。で、普段やったら一個一個丁寧に説明してる感じなんですけど、まあ、今回に関しては、まあ、そこまでこだわりはないけど、まあ、買ったりとか、あと逆にプレゼントでもらったりとかしたものなので、まあ、これはちょっとまとめて紹介したいなというふうに思います。まず一つ目なんですけど、一つ目がこちらノースフェイスのプレイで買った購入品なんですけど、こうプレイっていうのが東京のミッドタウン日比谷のお店の限定の、日本で多分1店舗しかないお店で、まあ、どんな感じかって言ったら置いてるものにそんなに違いはないんですけど、まあ、ちょっと高級な感じの雰囲気のクオリティの高い感じのものが多くて、でさらにちょっとトレンドっぽい服装がメインっていう感じになってるので、まあ、店員さんとかも結構白黒のモノトーンのちょっとワイドパンツ履いたみたいな感じの、まあ、ちょっとトレンドっぽい感じの服装してはるので、まあ、そういう感じの、あのノースフェイスの中でも、まあ、機能的なんですけどちょっとトレンドに近いような感じの要素で、カジュアルじゃなくてちょっとモード系な感じの服装をしてはったなというふうに思います。で、まあ、購入したのがこちらのボトルなんですけど、まあ、こちらのボトルが、まあ、あのプレイって書いてて、もうこのプレイ限定のやつなんか欲しいんですって言ったら、なんかいろいろ紹介してくれたんですけど、なんかジャケットとかもあったんですけど、ジャケットとかはまあこれから着いひんなと思って、ハイベントのやつあったんですけど、まあ、これを購入して、これともう一個保冷できるこういうタイプのやつもあったんですけど、もうこれは言ったらおせさんにもスタンダードのやつで、このスタンダードって入るやつもらってて、まあ、本当に全く同じ感じでここにプレイって入ってる感じだけやったんで、まあ、これはあのおせさんにもらったんでいいかなと思って、はい、あのおじさんで美容師 の担当してもらってる方なんですけど、まあ、その方にあのもらってたんで、まあ、これを今回購入したんですけど、これがあのネルゲンって言って、あのアウトドアのブランドになってて、アメリカのアウトドアのブランドになってるんですけど、これが普通のなんていうんですかね、プラスチック あのボトルみたいに見えるんですけど、まあ、これが一応100度、まで大丈夫っていうのと、あとマイナス20度まで大丈夫なんで、まあ、これをあのなんか水とか入れて、まあ、冷凍庫で入れてキンキンに冷やすのもできますし、お入れたてのコーヒーとかをそのままヒュッて中にこうやって入れることもできて、まあ、溶けたりはしないので、そういうのがネルゲンって、まあ、有名なアウトドアしてる方だったら有名だと思うんですけど、まあ、僕は正直これはあの、まあ、記念に買った感じとなので、まあ、使う用途としてはこれに、まあ、水とかお茶とか入れてキンキンに冷やしてクーラーボックスに入れて、まあ、保冷剤代わりにするっていう使い方ぐらいしか僕はできないかもしれないんですけど、 あと後ろにメモリもあったりして、なんか軽量もできるようなんで、まあ、本当にキャンプとかに向いてるんやろうなっていう感じで、まあ、記念に購入したっていう感じになります。これがおそらく2000円ぐらいで購入したと思います。では次いきます。次はこれは弟から誕生日プレゼントでもらったんですけど、イタリアのブランドのスニーカーになってて、もう100年以上続いてる老舗ブランド あのスニーカーなんですけど、特徴的なのはこの隣にホって書いてるような感じ のスニーカーなんですけど、これホじゃなくてユニオンジャックのマークで、あの日本人から見たらホに見えるんですけど、海外から見たら一応その国の国旗のマークになってるっていう感じです。イタリアのブランドなのになんでユニオンジャックやねんっていう、ちょっと僕もよくあんま分かってないんですけど、一足で大体3万円以上するようなスニーカーで、結構いいスニーカーになってるので、僕普段とか自分でやったら用手出さないんですけど、まあ、今回プレゼントであのもらってよかったなと思います。何回か履いたんですけど、履き心地はやっぱりめちゃくちゃ良くて、クッション性が特にいい感じで、ただこのインソールがそういう感じのインソールを使われてるなと思うんですけど、まあ、ちょっと履いてるんです、足型ちょっとあるんですけど、っていう形でめちゃくちゃ履き心地のいいスニーカーです。これプレミアータっていう、ブランドのスニーカーになっております。で、一つ注意点としたら、サイズがちょっと横幅が細いらしくて、この作りの中では僕はもともと細いからあれだったんですけど、ワンサイズ上げた方がいいみたいな口コミも結構多かったんで、はい、それもなんかあの人によって違うかなと思うんですけど、僕は普段28センチなんですけど、まあ、これに関しては43というサイズを購入してます。品番は618です。はい、では次いきます。では次はですね、こちらの結構質問いただいてたんですけど、以前僕がアウトレット行った時に、嫁の服を購入するのを待ってる間にこれを買ったんですけど、 US コットンで作られてるあのロンティーで、確か3500円ぐらいで買ったとは思うんですけど、このブランドどこですかってめちゃくちゃ聞かれるので、
まあ、それのお答えなんですけど、これがのベイクルーズグループって言って、要はあのジャーナルスタンダードとかあの系列のグループの、あのお店であの販売してたんですけど、その中で販売してたインヘリットって、まあここには書いてるんですけど、要はまああのそのベイクルーズグループの多分洋服になってると思うので、あの値段が多分その中でも安い、ジャーナルのまあもうちょっと下のラインとかになってるんかもしれないんですけど、まあとりあえずジャーナルとかその辺のラインの服が全部集まってるアウトレットやったんで、まあそこで購入して、はい、買ったという感じになってます。まあ、僕が買ったのはあの US コットンやったっていうのと、シルエットが綺麗やったんで、まあ、そのままパンって買ったっていう感じで、他は黒とかもあったと思うんですけど、もうこれだから多分置いてる限りしかないと思うので、もうもしかしたら今はもうないんかもしれないんですけど、T シャツとかはまだあったとは思います。はい、長島で買いました。長島のアウトレットです。はい、次はですね、御殿場のアウトレットで買ったレディースの T シャツになってるんですけど、まあ、これがあのレディースのアウトレット限定の T シャツになってて、まあ、前は普通にまあこんな感じなんですけど、まあ、これに関してはメンズはなくてレディースしかないっていう感じになってるんですけど、あのポリ100になってるので、まあ、グレーの T シャツでどうかなと思ったんですけど、まあ、ポリ100であれば結構速乾性というか乾きも早いので、まあ、あの夏場でも着れるんかなと思って、あえて今回グレーをあの購入したっていう感じになってます。で、一応品番が NTW3903Z っていうのが品番になってます。の嫁像はこれの S サイズを着用してます。では次いきます。次はこのハーフパンツなんですけど、このハーフパンツもアウトレット限定のハーフパンツで、品番が NDW4901Z っていう、まあ、ナイロン 100% の素材のものになってて、で、まあ、特にこれはあの中とかも普通のポケットしかないような感じの、まあ、ナイロンのパンツっていう感じになっているので、まあ、特にこだわりとかはないんですけど、店員さんともちらっと喋ってたら、アウトレット限定商品って、まあ、いくつかあったりするんですけど、まあ、なんでそれがそもそも作られてるんかっていう話になってて、例えば T シャツとかパーカーとかってアウトレット限定があったりするんですけど、まあ、理由としてはあのやっぱり T シャツとかパーカーっていうのはもう直営店で売れちゃってアウトレットに回ってこないことが多いので、アウトレット店では T シャツの取り扱いがないとかパーカーの取り扱いがないっていう風になっちゃうので、あえても作ってますみたいな感じになって、でそれもまあ作るのもアウトレット用にわざわざ生地を取ったりとかデザインを発注したりするわけじゃなくて、まあ、そのメインであの正規店プロパー店で取り扱ってるあのものがあるんですけど、それの端切れとかであのこういう柄を使ったりとか、本来はこの洋服を作るためにこの1枚の生地から取ったりするんですけど、まあ、それの余った部分から取ったりするのが一応アウトレット限定品っていう形になってるみたいなので、わざわざこれのために作るっていうのはないですけど、結局柄がなんか結構これプロパーで見たでとか直営店でもこれ見たでみたいな柄結構あったりするらしいんですけど、その代わり生地が違うとか、あの柄は一緒やけど生地が少し違うとかってなってるのは、もともと直営店で売るはずやったものの端の生地を使ってやったり、端の柄を使ってあの作ったりしてるっていうのがアウトレット限定で作られてるようです。なので、特にこういうあのよく売れるやつ、まあ、ハーフパンツもそうやし T シャツもそうやしパーカーとかっていうのはアウトレット用にあのちょっと余った材料とかで作ってるので、その分値段も安く売られてるっていうのが、まあ、アウトレット限定のノースフェイス の, あの裏事情らしいです。はい、まあこれが裏なのか表なのかあんま分かりませんが、あのまあ普通に言ってたんで別に裏情報でもなんでもないと思うんですけど、一番そんな感じのお話を聞きました。というのが僕が最近これが購入したり、あとプレゼントでもらったもののアイテム5点になります。はい、まあ、基本的にはあのまあちゃんと商品紹介っていう形で僕は普段してるんですけど、まあ中にはあの
あんま紹介するものじゃないような感じで、パッと気軽に買うものも中にはあったりするので、まあそういうのは、まあこういう形で、またまとめて紹介するとは思いますので、まあ今のところはこれぐらいかなと思いますので、はい。以上、まあこれが僕の最近買ったアイテム5点という紹介でした。以上、ありがとうございました。